今回は海外版の東方ロストワード最強キャラティアリストランキングをご紹介していくぜ。おお、海外では誰がランキング上位なのか気になる。参考にさせてもらったのは、ゲームプレスという海外の有名攻略サイトだよ。チビスはここまでいたので2024年5月までのキャラとなっているぜ。オーケー、了解です。こちらも公式的なものではないので、確実なものではないからエンタメとして見ていってくれよな。さて、前提として全て紹介するとなると、時間がかかりすぎるので今回はまだ運用できる余地のある S ランクから最大のエクストラまでを紹介するぜ。ちゃんと最高ランクはエクストラにしているところ素敵です。まず S ランクについてはこんな感じ。ほほう、なかなか面白いメンバーですね。まず工場キャラで含まれているのはナズリン、クダマキツカサ、豪徳寺ミケ、ヤタデラナルミだな。アタッカーのナルミ以外はサポーターとして有能なキャラって感じだ。やはり工場の火力は知れているからサポーターが入っている感じがあるな。S からは河川の腕、リリカ、ルーミア、マリサ、ユカリ、アヤ、チェン、サトリ、サナエとなっているね。無難にまだ使える感じなのが含まれている印象ですよ。やはり火力が出やすい速攻式は入りやすい印象があるな。そして面白いのが超フェスなんだけど、来たか、リリカ、ネルラン、怪獣リブル、アリス、そして月仙霊夢。おお、ジャパンではそれなりに強かったけど不遇を受けた月仙霊夢が S ランクに。なんだったらあの VV 言わせていた月仙マリサが D ランクとなっているぜ。海外では霊夢が優遇されていた。他の超フェスはインフレ後のそこそこだったキャラが含まれているな。そして皆さんも気づいたであろう、上位クラスのエクスクなのに水着悟りが唯一入っている。やっぱり海外でも水着悟りの弱さはバレていたのか。海外でも防御式は不遇だったのが分かったね。水着悟りはデザインが良かっただけに惜しいキャラだよな。転生で一旦陽光バフ10段階アップできるようになること祈るよ。いや転生どころか転職しちゃってるよ。さて、次に紹介するのは S プラスのキャラだぜ。パッと見た感じもうかなり強そうなキャラがいますね。まず工場からは凍結、ハニアス神経器、モモヨ、ヘカーティアがいるな。確かに日本でも有能な工場キャラですね。アタッカーでこのランクに入るのはさすがだよな。S からはヨーヨームサクヤ、ヨーヨームマリサニ、ヨーヨームハリレイム、天使、モコウ、ルナサ、メルラン、セイジャ、ユユコ、イカイヘカーティア、ラン、スワコ、ユーカとなっているぜ。とりあえず、海外でもリリカが不遇なのがわかりました。原作で大活躍なのにほんとかわいそうなリリカ。全体的に見ると、確かに日本でも最高クラスのフェスが含まれている印象だね。かなり最近のフェスが入ってきている印象ですね。古いキャラで含まれているのはランとスワコだな。ランは支援式らしく炎光命中霊力など実用性の高いステータスをがっつりブーストしてくれるキャラクター。その他にもスペル1発で最大3枚全体への凍結結界付与&ラスワの凍結結界ブレイク。貴重な金と月属性特化の属性ブレイクなど、ブレイクの面でもしっかりとした強みを持っているぜ。スワコは破壊式らしい尖った性能を持つキャラクターで、霊力チャージ金属性攻撃クリティカルバフに特化した性能を持っているね。属性弾で敵のフルブレイクを狙うというのがこのゲームの基本中の基本戦術なんだが、このスワコは、スペル1と2についている超高品霊力チャージがあり、フルブーストしても霊力 1.70 を回収できるのでフルブーストスペルを連発しやすく、全バレット属性弾の通常スペルでガンガン弱点をついていけるぜ。さて次に超フェスを見ていこう。地下配区画式サマ&コマチ、略連、チビジュンコ、怪獣系ね、怪獣ミスティ、霊場付きのリン&ウツホ、ユーギ、ルナサ、アオモコウ、ドウジ、フラン&ココロ、式神にトリ&アヤ、ちゃんかな、若干日本と異なるところがあるね。まずこのご時世でチビジュンコはきついでしょう。ブレイク性能はそこそこ高いけど単体相手だったりとインフレに押されているキャラだからね。ほんで、バイク略連がここに入っていること。略連はさすがに SS に入れていいほどのキャラですよ。コスパのこと考えると別にエクストラでも悪くないキャラだしな。他は日本でなら地下配区間組とちゃんかみなが SS に入っているはずだぜ。でも大体似ている感じはありますね。次はレリックだな。S プラスではもうレリックがいるのか。レリックはアリスと本命リン、フランドールだぜ。なるほど、確かに合っている感じがあるわ。アリスは火力はあるけどブレイク性能がないのが残念なんだよね。かなり初期だから仕方がないけど。そしてレリック、フランドール。日本ではめちゃくちゃかわいそうなキャラで有名だけど海外でも、うん、防御式ということで火力が伸びづらく、スキルも弱く、ブレイク性能も弱いというロスワで使うには厳しすぎるキャラだな。海外でもこのフランドールはしっかり不遇だったとは。ちなみに歴代フランドールの不遇史について気になる方は後でこちらを見るといいぜ。そして本命リンは陽光に思っているのに陽光ステータスが低く、結界ブレイクはインチ低下の燃焼と噛み合ってないのよ。これはかわいそうにも程がある。そしてエキックに関しては水着番機だな。この子は 188% 残裂弾&速力ランクにバフでかなりの火力を出してくるし、苦手属性にもダメージを通しやすく、特攻相手の火力も抜群なので、エキックに恥じない素晴らしいパワーは発揮できるキャラだな。ただ尖ったものはない印象。まあ、SSに上げてもいいキャラなんだが、海外ではこの順位となっているよ。ただこれにはちゃんとした理由があったのだ。やはり海外のベースボールはレベルが高いから。いや、この階級って野球での判断基準だったの？
さてさて、次は SS ランクだぜ。あん、なんかいちゃいけないようなキャラが多いですね。多分おろし忘れたのではと思われるな。まずここまで来ると、さすがに工場キャラは入っていないな。まずフェスゲンについてはヨーヨームレイムエイとヨーヨームサクヤビー、ベニヤクモユカリ、ブレイク性能が高くないなどベニヤクモユカリの SS は少し盛りすぎな気がするけど、確かにフェスゲンにしては支援力が高く強いね。無難な速攻式な上に土属性を扱えていて、フェスゲンにしては確かに高い性能をしていますよ。古くて入手難易度の低さも考慮されていたなら SS でもありかもしれないぜ。他の二人は比較的最新のフェスゲンのため、かなり強力な性能となっているよ。そう、サイコさんはやはり若者に譲るべきなのか。二人ともブレイク性能は2ターンで6枚以上は割れるという、エクスク並みのブレイク性能を持っていて、火力に関しても超フェス上位クラスと比べても劣らないほどでかなり強いね。コストとかも考慮すると確かに SS でもいいキャラたちって感じか。特に霊夢の方は火力も出るのにサポート性能も高く、フェスゲンにありがちな霊力の重さも少なめなのでかなりコスパいいぜ。次は超フェスキャラクターを見ていこう。パッと見た感じ古いのがいますね。ああ、多分外し忘れているのが、ヒフーフランとコアクマ、パチェ、本命リン、チビレミリア、サブメ、チビサトリ、金髪霊戦、ワタツキ姉妹だな。2022年なら最強格だけど、フェスゲンでも2ターン6枚ブレイクができるぐらいインフレが進んだ今で古い超フェスはもう SS に入るほどではないでしょう。ただパチェとコアクマに関してはインフレにギリ乗っかった高性能な性能で、入手難易度の低さのことを考えていたらギリ SS かもって感じかな。それで本命の SS 超フェスは誰？本命の超フェスはセイラン、魔法少女アリストレミリア、ユーカ、カセン、バイク天使だったぜ。ちょうど前回の引き直しガチャで紹介したキャラがいますね。というか天使が入ってなぜ逆連を下げたのか。セイランは前回紹介した引き直しおすすめキャラで紹介したように、ちょうどインフレに乗っかったキャラで性能は抜群だぜ。気になる方は後でこちらを見るといいよ。魔法少女組は結構ギリ SS いけるかなって感じの性能。まず魔法少女レミリアは超フェスゲンの回復式キャラクターということで、回復式の定番味方の禁止解除の手段をスキルスペルで複数持っていて、禁止解除を持っているし、高いイン攻撃バフや妖怪特攻を持っていたりと殴れるんだ。おお、めちゃくちゃ強いじゃん。ただし、その分ブレイク性能が残念であり、単体でしかブレイクできない弱点があるのよ。なるほど、ブレイク性能が悪いのか。あと初期ターンで3ブーストまでたどり着けない霊力なので惜しい。魔法少女アリスは防御式なんだけど、高倍率高質弾&汎用特攻による効果力、そして霊力自己完結の 2T で6枚8枚のブレイク能力を合わせ持っていて、かなり優秀な性能だな。味方のサポートという部分も陰謀はかなりのものなので、高質弾持ちキャラとのコンボに活かせるのよ。また味方の陰攻バフとか結界増加など戦闘において欲しい要素があり悪くはないのだけど、防御式らしい正直あんま必要ない軽減系も多く持っていたり、初期ターンで霊力回復が足りていないという弱点があるね。どっちも弱点はあるもののギリ SS キャラって感じですね。ただ日本でなら彼女たちを下げて、火力、サポート、ブレイク性能どれも一級品な逆連や地下俳句館組、ドレミーを入れていると思うぜ。あ、そういえばドレミーを見ていない気が。ドレミーは S- に入っていました。あらま、海外ではドレミーが不遇だった。ツンデレ河川はチート最強レリック河川の相棒性能になっているので、それだけでも欲しいところなんだが、性能もかなり高く強いね。弱点は初期ターン霊力が足りていないスロースタートなんだけど、その後常に霊力回復が可能、燃焼炎鉱型だったり2ターン目からは化けるよ。レレジギガガガガガガギガギガフンフンガガガ。いやレジギガスの真似しなくていいから、天使はガチガチの有能キャラで、速攻式らしく彼女も速力を上げることで爆発的な火力を伸ばすことが可能なんだぜ。スペルカードは全てに亀裂弾が備わっていて、ちょい前に登場したレリック霊夢などの速攻式とは非常に相性がいい。倒すべきはその火力でオール 125% 残裂弾、幻想郷&妖怪&人間の超汎用特攻、有利属性 40% ダメージ増で超絶的ダメージを出しやすいものとなっており、速攻式らしく満身創痍確定的な火力を出せるのよ。でも性能面で破逆連の方が上なので逆連が不遇を受けてらっしゃいます。海外で派年上のお姉様派お好きではないのかしら。続いてユーカさんは、2T で相手全体6、7枚ブレイクという超フェスゲン最強クラスのブレイク性能、妖怪という広範囲に対して超フェスゲン最強クラスの火力で王道に強い性能、インコーダが陽気性化の毒切りを扱うという調整はあるものの、超フェスゲンの中でも抜きんでた最強格のキャラクターだぜ。しかも初期霊力も足りているのも偉い。なるほどですね。海外では脳殺ニットがお好きなのか。いやそこで納得してたんかーい。次はレリックキャラクターを見ていこう。レリックサトリ、レリックカナコ、レリックレミリア、レリックサナエ、レリックモコウ、レリックレイセン、レリックカグヤ、レリックユユコ。ちょっとちょっと、これは全然違うでしょ。ほう、というと、レリックカナコ様はファンタズムだもん。いやエコヒーキ&EX 超えてるやないか。でもちょっと盛りすぎかなー、というキャラもいるね。まずレリックサトリは古いだけに陽光バフが少ないところはあるけど、陽光毒パーティーとしても使えるので、ギリいけるでしょう。
ブレイク性能も高いし、クリティカル支援を行えますよ。かなこ様は言わずもがな、2022年ナンバーワンクラスの性能を持っていて、ブレイク、火力、防御全方面高い性能をしているぜ。しかもこれから需要が高くなるであろう帯電持ち、需要が高い貴族性なので現役バリバリだぜ。噂ではあれの方も現役バリバリなんだとか。レリック昨夜はレリックマリサと相性が良く、妨害式らしい高品質なデバフに加えて、メイドらしいサポート性能の高さ、それに加えて火力も高く文句ない性能。高火力スペカスタンなんかも持っていて、差別化点もあるのも素晴らしいです。レリック・レミリアはブレイク性能が高くパワーはそれなりに高いけど、古いキャラだけに一番の売りの火力やインフレに押されている感じが目立つな。特に特攻はそこまで広いわけではないので火力を伸ばしにくいのよね。ああ、登場時期が2022年と古くなり最上位キャラに比べると劣る面も出てきたが、それでもよく噛み合った性能なので相性さえ良ければ編成を検討できるぜ。弱くはないけど、シンプルにインフレに飲まれているって感じですね。ああ、レリック・カグヤやレリック・レイセンという上位互換、さらに超フェススイカという新星も来たからね。レリックサナエは最近のレリックらしくブレイク性能も高く、波の水準はあり、ダメージ増加なんかもあるから悪くないね。ただ属性がばらついていたり火力ブレイクなども最上位の水準と比べると一段見劣りするところがあるのよね。強みも持っているけど、劣るところもあるから SS ランクって感じか。レリックも講話に試金石会場持っているのが素晴らしいが、タイミングをずらすことはできないし、霊力チャージと同居しているので扱いづらいのが欠点。また陽光なのに陰気を下げる燃焼なので噛み合っていない部分もありますね。サポート系なら火力も出て、毒パーティーもいけるコンパクヨウムがおすすめ。禁止解除持ちも増えているので、今となってはモコウは S プラスだな。レリックカグヤは炎光燃焼型なのがまず素晴らしく、ブレイク性能なども高く、さらに弱点付与もあるためぶっ壊れ。SS の中で上位って感じですね。そしてユユコは陽光貴族性の弱点付与持ちで、毒パーティーもいけるというぶっ壊れキャラ。さらに貴族性は有能キャラが多いので、需要も高い。このキャラはエクストラでもいいと言えるキャラだぜ。おお、こうやって見るとレリックは全体的に日本と合っている感じがありますね。さて、エピックの方も見ていこう。水着マリサ、水着レイム、水着ヘカーティア、水着小石、水着小笠、水着レミリア、水着ミヨイ、水着天使、水着コンパクヨウム、水着ユユコがランクイン。水着マリサはともかく、水着レイムは似たような性能でレリックレイム、脈連に劣っているので S ランクです。レリックマリサはエピック限定の支援式ということで味方のサポートに超特化した性能を持ち、1ティー目から全員の陽光を10段階アップできるという、サポートの極致とも言える補助性能を持っているぜ。ヘカーティアは妨害式らしい高品質なデバフが売りだけど火力は低く、ブレイク性能も低いので S ランクでしょう。水着レミリアは炎光付き属性のため需要も高く、性能面も高いので SS にふさわしいですね。エピックフランも3周年を飾っただけあり、性能自体は高い、ただ一応売りにしている相手単体の陰謀にを1段階ダウンを相殺するというところがあるが、可愛さ補正も合わせて SS キャラって感じだろう。水着小石は短期決戦に強いキャラで火力はかなりのものなので SS らしいキャラですね。水着小笠もサポート精度は低いけど火力面は素晴らしく、凍結以外に毒も負けるのでデバフもできたりと SS にふさわしいキャラだぜ。ミヨイちゃんは水着小石を抜ける火力を持ち、ブレイク性能サポートもこなせるテリプレイオートにも強く SS でしょう。水着ヨウム&ユユコも最近出たばかりの強キャラなので SS だろうな。天使は最近なキャラだけに、高水準な性能になっているぜ。見た目と違って高質弾の威力も高く、無難に強いぜ。といった感じで海外の評価も日本とよく似ている感じがあるな。超フェスは結構違っている感じがあったけど、これはこれで海外ならではの評価で面白いですよ。さてラストは海外の最高ランクのエクストラをご紹介していくぜ。海外では誰が真の強者なのか気になりますよ。レリックからは、コンパクヨウム、レイム、マリサ、河川、ジェニックの飛風クラブ、エピックは水着ゆかり、青レイム、白小石、金サナエ、水着ベニマリサ。なるほど、全員最強キャラって感じの少女が集まっている印象ですよ。一人一人確認してみよう。まずレリック・レイムとマリサは言わずもがな速攻式最強キャラで最上位クラスだよな。レリック・河川も2倍ダメージ増加というチートキャラ。ヨウムについてはサポーターの性能面が高く、毒も負けるので強いがブレイク性能が低いので日本では SS だと思われるぜ。ジェニックは言わずもがな固有のスキルを持ち、性能記念日を飾るだけあり高い性能なので申し分ないね。エピック・青レイムは高水準で強い。ただ突出したものがないので日本では SS として評価されてそうだ。水着ゆかりは火力面やサポートに優れ、なんといっても禁止解除に持ちがあるので強い。ただ、ブレイク性能は全くないので SS でいいんじゃないかな。金髪サナエは強さランク2のサポート性能を持ち、陰光クリティカル攻撃命中霊力などの汎用ステータスもしっかり補助が可能、火力もしっかり出せて強い。ただブレイク性能がそこまで高くないので日本では SS になってそうだ。白小石はただただ未だにチートなので最高クラスでしょう。やはり海外でもそうなるよね。水着ベニマリサはゲームぶっちぎりナンバー1の即席強火力を持っており、その他もスキルによる毎ターン味方
型全体の霊力アップという新要素に加えて、バフデバフブレイク補助などのしっかり強いし、貴重な味方全体の速力ランクに1段階アップもあるが、ラスワ以外の全てが単体攻撃という致命的な部分があるのよ。複数の敵が多いゲームなので、これはかなりデメリットですよね。まあでも、それを補う強さはあるのでエクストラで間違いないのではと思われるな。思った以上に海外と日本とで違う感じがして面白かったですよ。海外では意外なキャラが評価されていたりと面白いよね。さて、今回はここまで。視聴者さんの推しキャラはどのランクに入っていたかぜひコメントで教えてくださいね。また4周年引き直しおすすめキャラも紹介しているから見に行ってみるといいよ。それではここまでご視聴ありがとうございました。